自分で本当に変えてみて、はい、それが変わっていくのが見えるので、今日から予約受付開始しております。はい、皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です。今日はですね、ゲストの方にお越しいただいております。何の話をしていくかというと、こちらのシューズでございます。アシックスさんのねシューズに見えるんですけど、いろんな仕掛けがあるので、そちらの話をしていきたいなと思います。まずちょっとゲストの方を紹介していきたいと思いますが、ノーニューフォークスタジオプロダクトマネージャーの平野健さんです。はじめまして、株式会社ノーニューフォークスタジオでプロダクトマネージャーをやっている平野健と申します。本日はお願いします。はい、平野さん硬いですね緊張してますね。平野さん、ご覧の通り2時間34分とかで走っちゃうゴリゴリのランナーでございます。はい、福岡国際とか出てるんですか？資格をですね、昨年取って、今年開催されれば出れるはず、初出場、そういうちょっとね、ゴリゴリの、はい、ランナーに来ていただいてます。はい、そして、アシックスのスポーツ工学研究所主任研究員の猪俣隆さんです。こんにちは。アシックススポーツ工学研究所の猪俣と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい。なんか、ラグビーとかやられてるんですか？昔、陸上の短距離をずっとやってました。事前に聞いてくれ。すいません。アシックスさんとノーニューフォークスタジオの平野さんに来ていただいてるんですけど、ノーニューフォークスタジオさんを多分知らない方も結構いらっしゃると思うんで、はい、ちょっと事前の知識としてお話させていただくと、はい、オルフェっていうね、シューズを、スマートシューズですよね。はい。を出されていて、いわゆるスポーツ系のベンチャー企業なんで、僕も社長の菊川さんとか昔から友達で仲良くさせてもらってたんですけど、そのオルフェさんが今回アシックスさんとシューズ、コラボシューズを出されたっていうことですね。なのでこれスマートシューズなわけでございます。ランニングシューズなんですけど、スマートシューズということで、その辺をお話ししていきたいと思うんですけど、そもそも今回ちょっとなぜこのタイアップが生まれたかっていうところを聞かせてもらってもいいですか？はい、大丈夫です。私たちアシックスはですね、ランナーの流用を調べてました。はい。で、いろいろ調査をしていく中で、ランニング人口っていうのはどんどん増えていっているっていうのが、はい、今の現コロナの現状も踏まえたので、分かっていて。増えてますよね。はい。はい、で、その中ででもランナーはやっぱり悩みとか抱えているところがあって、はい、お二人もそうかなと思うんですけど、はいはいはい、自分に合ったトレーニングどんなんだろうとか、うん、自分に合ったシューズってどんなんだろうとか、はいはい、そういうのをすごく知りたいっていう欲求があって、はい、なんかそういうのをちゃんと科学的にしっかりとこうだよっていうふうに言うためには、うん、ちゃんとその人の走りを理解しないといけないというふうに思ってます。なるほど。でそれをやる上ではやっぱり走っている時にどう体が変化し動きが変化しているかとか、はい、そういう動きを情報をすごくたくさん取っていかないといけないと思っていますので、うんうん、ノーニューフォークさんがこれまで培ってきたスマートシューズのセンサーの技術でありますとか、はい、そういったところにすごく魅力を感じていて、我々がこれまで培ってきたスポーツのバイオメカニクスの研究、うん、知見でありますとか、はい、シューズの製造技術とか、はい、そういったところをうまくコンビネーションさせることで新しい価値が提供できるんじゃないかというところで、なるほど、コラボレーションがスタートしています。なるほど。これがですね、今ねお話にありましたセンサーですね。これが靴の中に入ってるわけですね。で、そのセンサーでその人の設置とか、要は走りを診断してくれるっていうことですよね。走りを診断してもらって、あなたのフォームはどうですよとか、ゆくゆくはこれあれですかね、あなたの走りに合ったシューズはこれですとか、そういうとこまでやっていける感じなんですかね。まずは今回アシックスさんのもうもはや鉄板商品と言ってもいいと思うんですけど、エボライドの方に今回このオルフェさんのセンサーが、はい、組み込まれたという形でございます。何が分かるのっていう話なんですけど、具体的に言うとどういうことが分かるんですか？これはそうですね、まずこのセンサーから計測できるものっていうのは、例えばストライドとか、はい、ピッチとか、はい、設置時間とか、うん、そういったベーシックな情報を計測することができます、はい、でそれと我々がこれまでずっと取り続けてきたデータ、はい、そういうのを組み合わせることで、はい、大きく5つの項目を計測することができます。ランナーがどれぐらいの力で強さを地面を蹴ってるかっていう、キック力、はいはい、あとは着地の時の衝撃がどれだけ大きいか、着地衝撃ですね。着地衝撃、はいはい、あとはプロネーションと呼ばれる足の傾きがあるんですけども、はい、それがどれだけ大きいかという、関節のねじれの負担みたいな負担です、はい、あとは効率の観点でいくと、ブレーキした時の効率がどれだけいいかというところと、また蹴り出しの時にどれだけキック力をちゃんと前に進む力に使えているかという、効率、キック効率、キック効率、はい、なるほど。その5つの観点で
ランナーの動きをお願いします。なるほど。これ履いて走るとアプリで最後見れるんですよね。アプリの方にご自身のあなたの走りがどうかっていうところを出してもらえると。この画面の方にアプリの画像を出していただいていると思うんですけど、まあ、こんな感じで5段階評価されて、それがまあ見れるということですよね。ちょっと実際にもう早速見てみたいなと思うんですけど、まずこれ、はい、箱がそもそもかっこいい。箱がそもそもかっこよくてですね、開けるとシューズとセンサーが入ってるわけですね。すごいですね、このなんか高級感ある感じ。事前に体験いただいた、はい、方にもですね、はい、この箱を見たときにすごい反応が良くて、衝撃、箱だけでも衝撃を受けていただける。なんかランニングシューズの箱とは思えない、こんな感じのシューズが入っております。これまた真っ黒の、真っ黒とゴールドっていうのがかっこいいっすね。はい、かっこいいっすね。はい。だから今回ホワイトとブラックがあるわけですね。はい、そうですね。はい。これもオルフェのロゴがアシックスさんと一緒に入っていると。嬉しいっすよね。ベンチャー企業としてはね、アシックスさんと一緒にロゴ並べるって、ちょっとラントリップ的にも並びたいっす。ぜひ。今、ぜひって、取れた。よかった。言っちゃった。はい、こんな感じでセンサーがここに、これにね、箱に入ってるわけですね。で、これを、こんな形で、見えますかね。ここに穴がね、開いてるんですね。穴が入っているの見えますかね。はい。ここに、そうですね。分かりにくいかもしれないんですけど、はい、実はこの穴の周り、地図が描かれているんです、ね。なんか地図が書いてあるんですね。はい。はい、これはですね、右足、左足、それぞれ違っていて、はい、私たちのオフィスがある渋谷の周りの地図と、はい、もう片方はですね、アシックさんの本社がある神戸の地図。神戸。はい。描かれているという。怖いっすね。毎回そのセンサーを、はい、取り外したり入れたりするときに、はい、ちょっとした遊び心というか。なるほど、そっか、見えるわけですね。はい、本当だ、これだから外苑前ですよね、多分ね。そうです。うん、ちょっと見たりも見えないはい、で、これをここに入れていくんですか。そうです、はい、するんですよ。はい、じゃあちょっと入れていきますね。これ僕、履かしてもらっていいですか、この後。もちろん。はい、じゃあこれちょっと履いてみたいと思います。早速。よいしょ。はい、じゃあ、こんな形で今入れましたので、今回は、A ランクから E まで、A から E までの評価が出ますと、はい、もっとね、細かくあなたは右足がこうですとか、左足がこうですとかって評価も出るんですけど、総じて A から E の評価が出るということで、はい、僕の走りが何評価なのか、はい、ちょっとね、見たいなと思います。もちろん A が出ると僕は。いやもう腐っても痛いですよ。結構この週が僕も履かせていただいて、うん、なんかエボライドってこのなんか前転がるような、あ、そうですね、はい、ライドシリーズはこの転がりが特徴ですもんね。なるべくその足首の動きを抑えるように省エネで走りたいという方のために設計をしたシリーズですね。なるほど。はい、では早速今シューズ履きましたので僕走らせていただきたいと思います。走ってきますので、はい、ちょっと待っててください。じゃあ行ってきます。いらっしゃい。行ってきました。お疲れ様でした。じゃあちょっとですけどね、雨だったので、マンション内を、うん、の廊下を走ってきました、はい、こんな感じで今データが同期されてるんですけど、ちょっと今これ僕らが使ってるアプリは見た目が若干違うんですけど、こんな感じで評価されてます。結構ですね、今僕はこれヒールの設置になってますね。かかと設置になってますし、こちらだと左足の方が、はい、若干ストライドが長いんですね。はい、左で出す方がストライドが長いな、で右の方が短いって感じですね。そうですね。プロネーション角度、右が 13.4 度、左が 8.9 度。これ、山さんどうですか？どう評価されますか？結構左右差が大きいかな。あ、大きいんだ。そうですね。へぇ、右の方が大きく出てる形なので、うん、はい、もしかしたら足首とか膝に負担がかかりやすいのかなっていう気がします。なるほど、なるほど。あ、で、ラップとかもちゃんと出るんですね。はい。だからそっか、これ長い距離、今ちょっと本当に数百メートルって感じでしたけど、長い距離走ってると、どこのタイミングからヒールストライクになってしまったかとか、うん、どこまで例えばじゃあ、フォアフットで設置できたかとかっていうのも分かると、うん、そうですね。
突然マラソンの35キロから明らかにフォーム変わってるねとか、そういうのが分かるわけですね。気になる評価としましては、私ランニングの総合評価、そう B 評価でございました。はい、拍手でいいですね。拍手でいいのかな。 A をね狙いながらですよねいう感じでしたね。で、その走りに対して何が低いとどうしたらいいかみたいなことがですね、ちゃんとアドバイスしてくれるんですね。僕の場合は負担軽減度が低いので、膝やまさにおっしゃる通りですね、膝や腰の怪我のリスクが高いので、スクワットやランジで下半身鍛えましょうとか、クッション性が優れたシューズを履く選ぶとか、そっちでアドバイスが入ってます。でこのアプリのバージョンではなくて、皆さんが履かれる時に利用できるアプリだと、実際にはですねトレーニングの動画が表示されたりとか、具体的にどう直したらいいかみたいなことがすごいアドバイスされてるっていう感じなので、本当にあれですね、このシューズがまさにコーチになるという、そんなシューズですよね。はい、行っちゃいました。はい、今回、はい、このアプリだと、ちょっと大森さんに体験をいただけなかったかもしれないんですけども、音声のフィードバックのシーンは、リアルタイムで。そうなんですよ。大森さんのフォームをこのデータで取得しながら、大森さんが例えば、足が疲れてきていて、はい、で、フォームがずれている、うん、先ほどのように右と左でプロネーションに差があるときには、うん、それを改善するような。アドバイスを音声で、だからちょっと疲れてきてるよみたいなことをコーチが言ってくれるわけですよね、はい、もし足上げてとか、ストライドが狭まってきてるぞとか、はい、そういうこと言ってくれるわけですよね、はい、なんかきつい時に言われたらちょっとムカつきそうですねでもまあこう意識できるっていうことですよ ね、 なかなかそのパーソナルトレーナーとか、そういうジムで隣について教えてもらうみたいな機会って、まあ、誰もが受けたい時に受けられるものでもなかったりするんで、こういうものは手元にあると日々そういうフィードバックもらえるからすごくいいですよね。で、まあ、ランナーの方にお話聞くと、結構自分で試行錯誤しながら YouTube で調べたりとか、なんか自分で本買って調べたりとか、そういうことを結構苦労されているっていうお話も結構聞くので、そういう方になんかこういうアプローチでなんかパーソナルコーチを提供できると、なんかみんなハッピーになるんじゃないかなと思って。そうですね、はい、そっか。だから、例えばあれですよね、そのまずこれ買っていただいて一回履いてもらって何が悪いかを認識しますと、でそれに対して、改善の仕方を教えてくれるんで、まあ、日々改善しながら、じゃあ例えば翌月とかにどうなったかなみたいな、で定点観測していくと、フォームがどう改善してるかみたいな感じで把握できるんで、まあ、そういう使い方がいいかもしれないですね。うん、なんか自分で本当に変えてみて、それが変わっていくのが見えるので、でそれが分かると自分でもなんか嬉しいし、嬉しいですね。はい、そう。どれぐらいの頻度で変えられるんですかね。毎週計測したら変わっていくのか、それとも月1ぐらいで結構変化していくのか、どれぐらいの期間で変えられるか。僕も結構これ使っていてですね、うん、はい、まあ、個人の話になっちゃうんですけれども、はい、大体1ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらい、はい、かけてフォームを変えていったような感じです。で、先ほど大森さんがおっしゃってくださったように、うん、この辺でいいですね、ちゃんと毎日の、例えば着地がどういう風に変化していったかっていうのがグラフでね、はい、グラフで見ることで、はい、出るようになってます。なるほど。じゃあこれヒールからどんどんそのミッドに変わっていくとか、はい、それが分かっていくんですね、はい、あ、面白いですね。でそういう変化が見れるので、まあ、毎日、その場合は毎日使って、あ、なるほど、はい、毎日上げるぐらい、はい、特にエコライドだと普通に、うん、まあ、ランニングシューズなんで、はい、毎日使っても全然違和感なく、そうす、楽に走れる。いやー、なるほどですね、はい、今回こうアシックさんも含まれてシューズがもうそもそも間違いないじゃないですか、うん、ランニングシューズとしてっていうところで、普段日常のトレーニングでもう使えるようになったっていうことと、うん、ダメなところのフィードバックをそのアシックさんのノウハウで貯めてる、しかも動画で教えてもらえるみたいなところがすごくやっぱりこうお互い補完し合ったなっていう感じがします、うん、なのでこれ一足あるとかなりコスパいいですよね。自分のコーチに誰かに依頼してっていうよりは、一足あるだけで毎日指導を受けられるんですからね、
あとはね、もともとうちの大きいセンサーだったのが今回こんなちっちゃくなりましたっていうことで、手術の中に入ってても全然違和感がないということですね。もう大きさ的にも半分ぐらいの大きさで、重さも大体半分で、これこちらのモルフェコア 2.0 っていうんですけれども、はい、2.0 だと片足の1個の重さが 20g です。 20g です。すごいですね、はい、そういうその重さが気になるとか、そういう人も全然気にすることないかなというふうに、はい、思います。で、このシューズをですね、幕開け、クラウドファンディングですね、はい、クラウドファンディングサイトの幕開けで今日から予約受付開始しております。はい、ので、概要欄に幕開けの URL 貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。金額は31,500円、税抜きで、31,500円でございます。3万円に何が含まれるかっていうと、まあ、当然手術代はそうなんですけど、その工事代ですよね。そうです。毎日の工事代考えると多分相当安いはずです。はい、なので、コーチに1回依頼したらいくらかなっていうふうにちょっと計算していただければ何回やれば元が取れるかというのが分かると思いますので、はい、ぜひそちら見てみてください。で、早期割ですね、早く買っていただくと 20% オフとか 10% オフで買えたりもしますし、2足買うと 25% オフになったりしますので、こちらの方もね、ぜひチェックしてみていただいて、早めに買うとかなりお得ですという感じでございます。ということで、今回はノーニューフォークスタジオの平野さんと、アシックスの猪本さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。この動画が面白いと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。コメントもお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。では、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。